私の努力が足らなかったのね。生まれついての秀才であると自負していたのに、こんな結果になるなんて。ああ、私の努力が。先生、どうしてくれるんですか。この私が留年なんですよ。この1年間、先生の言う通りにやってきたのに。先生を信じていた私がバカだったということですか。先生、答えてくださいよ。ねえ先生。先生、いえ、あなた、そろそろ結婚披露宴が始まる時間よ。他の4人もあんなに祝福してくれているわね。え、あなただって嬉しいでしょ。これからの結婚生活は私が主導権を握るから、あなたも頑張って働いてね。あら先生、私の結婚式に来てくれたの？招待状も出してないのにどうしてわかったの？それとも先生も結婚で？まさか、そんなことないでしょう。先生が女性にモテるはずがないものね。先生に教えていただいた貴重な1年間のおかげで一流大学へ進学することができました。今別れの時を迎え、より一層の感謝の念でいっぱいです。本当にありがとうございました。卒業できて本当によかった。明日から先生と顔を合わさなくていいと思うと、なんだか心の奥底から喜びがこみ上げてくるようで。先生、それじゃあさよなら。永久に、永遠に、そして完全にお別れです。先生、どうですか私の勇姿。婦人警官として国家と国民の安全維持のために日夜パトロールをしているんです。あ、この拳銃ですか。実はこれ、昨日モデルガンショップで購入したエアガンなんです。もちろんフロンガスは使用してません。先生、今の私は国家権力を行使できる身なの。昔のように服従しませんからね。それにこの拳銃は飾り物じゃないのよ。公務執行妨害でいつだって実弾をお見舞いすることができるのよ。上参ります。6階子ども福利場でございます。お降りの方はいらっしゃいませんか。どう先生、なかなか牢に行ったものでしょ。先生は何階に行きますの。早く行ってくれなくっちゃ、屋上まで行ってしまいますよ。今日から新ビジネスウーマンとして社会に出ます。先生と一緒に過ごせた1年間が懐かしく思える今日この頃です。これからは女性であっても甘えることなく社会の荒波を越えていく覚悟はできています。これで学生生活から解放されて、せいせいしてますよ。
勉強だけに精神をかけていた自分に飽き飽きしていたところです。早く社会に出てお金を稼ぐのがこれからの生きがいです。銀行預金、郵便貯金、マルユーに国債、お金のためなら何でもするわ。先生、ちょっと待っててね。今入れちゃうから。これが入るとバーディーなの。女子ジュニアクラスのトップにランクされるチャンスなのよ。卒業してからこの世界に入って最初の試練ってやつね。さあ、入れてみせますよ。なるほど、芝目は右にフックしているのね。先生、お願いですから声をかけないでくださいよ。この一打で私の将来が決まるの。だから先生、あっちに行ってください。芝目は、先生、お願いだからあっちへ行ってくださいって。生徒に対して数えきれない悪行三昧、ついに白日のもとにさらされましたね、先生。いや、容疑者かしら。私もうすうす感づいてはいましたけど、これって私に記者として素質があったってことなのかしらね。さあ、今のお気持ちを一言。これでこの章は終わりね。先生、ごめんなさい。今締め切りに追われていて、ゆっくりと話すこともできないなんて。卒業してからの処女作がいきなりベストセラーでしょ。売れっ子はつらいですね。先生、私ね、先生との1年間をドキュメンタリータッチで書こうと思っているの。タイトルは、変態教師の甘美なる1年間ってのはどうかしら。もしもまだ教師生活を続けたいなら、この原稿を買っていただけるかしら。勉強だけの毎日なんて疲れたわ。人は人、私は私ですものね。これからはマイペースで好きなことだけに情熱を注ぐことにします。でも先生と過ごした1年間は無駄だったと思ってません。そればかりか、いい思い出でしたよ。あなたと私は教師と生徒の関係じゃないわ。だからもう付きまとわないで。これから私、自分の価値観だけで生きていくの。人からとやかく言われたくないのよ。ねえ、わかるでしょ。だから早く私の前から消えてちょうだい。